最近なんかね、こうあれなんですよ、切り抜きチャンネルやってんじゃん俺。でみんなどんな切り抜きチャンネルやってるのかなっていうのを見てたら、うん、なんか武井壮さんの切り抜きが出てきて、なんかね俺とひろゆきさんの話をしてたのよ、うん、で武井壮さんはひろゆきさんやひろゆきや大吾と違ってなんか人を傷つける言葉を使わないから好きですみたいなのがあって、あ人を傷つけるのはみたいに武井壮さんが語ってて面白いなと思って。そう、少なくともさ、エンターテインメントとしてお互いやってるわけじゃん。そうするとさ、武井壮さんよりも、うん、俺とかひろゆきさんの方がチャンネル登録者も再生回数も多いから、ってことはニーズ的に考え、市場のニーズで考えたら俺とかひろゆきさんがやってる戦略の方が正しいってことになっちゃうのね、うん、まあ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 、だからそれ面白いなと思って、そういうのがね、その何を基準にするかによって。別に俺だってさ、別に港区女子の話とかするけど、うん、そんな興味ないじゃん。多分敬語たち知ってるだろうけど、うん、急に俺こういう話するようになったじゃん、 YouTube とかでネタになるから、うん、それを結構さ、ね、真に受けちゃう人たちがいっぱいいて、テレビとか芸能人とかさ、エンタメなんか全部そうじゃん。もうさ、作り物なんだよ、まあね、こんなもん、うん、ね、エンターテイメントなんだから。テレビ番組とかもね、そう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 、で YouTuber もそうだしさ、うん、うん、そうね。まあでも、まあでも仕方ないよね。普通の人は多分わかんないもんね。そう、自分たちが見てるものが真実だと思ってる人たちがエンターテインメントにハマったりとか、こういうの見るんだなと思って。うん、そうね、うん。でもさ、YouTuber はまあ、うん、そう、で俺らとかさ、多分そこの松丸家の育て方って本が今日概要欄に入ってますけど、松丸家の育て方で一番思うのは、みんなさ、なんかさ、一般こうだよね、でもこうじゃないんじゃないとかさ、裏探すじゃん。なんかゲームやるときもさ、うん、攻略法ではこうだとかさ、みんなで例えば囲碁やったりとかチェスやったりとかさ、スババラやった時にさ、いやピカチュウが最強なんじゃないかと思ったらカービィ使うやつがいたりとか、いやネスの方がいいんじゃないって試したりとか、うん、こうみんながいいって言ってるものからさ、これ多分4人全員の共通点がちょっと疑義を呈するじゃん、そこに対して。だから俺らってこう、うん、そうね、テレビとかさ YouTube に出てるもの見てもそんなに心動かされないじゃん。まあなんかある程度見せてんだろうねみたいな、クリティカルシンキングっていうか、うん、それがないと多分みんながいいって思う方向にしか行けないから、多分一般の大企業に入って普通に生きて普通に死んでいくとか、なんかその誰かに言われた生き方、その別に大企業に所属するのが悪いとは言わないけど、こうなんかこうみんなと同じような仕事とかなっちゃうんだろうなと思って。まあ難しいよね。そういうのに気づくきっかけとかがなんかあったらまた変わるんだろうけど。今いいコメントが来たね。そういうの、悪口のあるかないかだけでアクセス数は決まらないんじゃないですか。コンテンツにそもそもよるんだって。それ言っちゃったらさ、武井壮さんのコンテンツよりも俺とか清木さんのコンテンツの方が面白いってことになっちゃうから、うん、もっと武井壮さんにとって都合悪い話になっちゃうけどこれ。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。